なと思って。ようやく出来上がりました。はい、こういう感じ。2回目お茶作り。オーリーバジル、葉っぱと花。はい、でこれがホーリーバジルね。これはあの鉢植えしてるやつなんで、今回やったのは畑の方に植えたホーリーバジルをこのようにお茶作りしてみました。秋になったら種いっぱい取るんでね、欲しい方言ってください。あげます。はい、どうも。